おはようございます。メリカミタイチです。今日はフランス人が選ぶ冬の定番料理で一番人気なラクレットを紹介したいと思います。発祥はスイスと言われています。それが隣接するフランスのサヴォワ地方、ジュラ地方に伝わり、そこからフランス各地に伝わりました。材料はとてもシンプルで、皮付きのまま、もしくは皮を剥いて湯がいたジャガイモと生ハム、サラミ、あとラクレットチーズになります。本来のラクレットは大きな塊のチーズを半割りにし、断面を暖炉の火にかざしてとろっとしてきたところをハム、ジャガイモなどにかけて食べるものでしたが、現在家庭ではホットプレートに似たラクレット専用の機械が売られていて、それを使ってラクレットを楽しみます。それではラクレットを一緒に用意していきましょう。フランスのスーパーなどではラクレット用のチーズのパックがいろいろと売られています。今回はその中でもこちらを選んできました。1つ目はトム、周りのクルートがないものです。2つ目がラクレットサヴォワ、サヴォワ地方のラクレット。3つ目がそのラクレットチーズをブナの木でスモークをかけたものになります。このトムの後に置いてあるラクレットサヴォワIGP ですけども、この IGP と書いてあると、品質を管理するためにフランス政府が定めた規格の中で作っているという表示になります。そして最後に置いているのはそのチーズをブナの木を使ってスモークをかけたチーズになります。次にメインになるシャルクティエールを紹介します。近くのスーパーで買ってきた詰め合わせですけども、生ハム、ロゼッタというサラミ、あとベーコンと、あとコッパ、豚の肩肉を使ったハムになります。これをきれいにお皿に盛り直します。今回はごく一般的にフランスの家庭で食べられているラクレットを紹介しています。好みで少しアレンジを加えるのであれば、人参、ブロッコリー、アスパラなどの温野菜を添えても非常に美味しいと思います。これでラクレットの準備が揃いました。このラクレットに合わせるワインですけども、シャルクチエール、フロマージュといえば赤ワインを想像しがちですが、最初に伝わってきたサヴォワ、ジュラ地方のワインを合わせるのがフランスはごく一般的です。もちろん好みにはよりますけども、今回はジュラ地方のワインを用意しました。それでは用意ができたので食べていきましょう。それでは付け合わせの皮付きのまま湯がいたじゃがいもを剥いていきます。この単純に皮付きのまま湯がいたじゃがいもでも、フランス料理の中ではちゃんと名前がついています。ポムドテロンオブデションという名前がついています。またこの作り方は動画がありますので、そちらを参考にしてください。フランス料理で皮付きのじゃがいもが食卓に提供された場合、フォークで刺してナイフを使ってエプルシェ、皮を剥いてください。そうすれば熱くないので非常に剥きやすいです。じゃがいもが剥き終わったら、このように自分の好みのシャクチエールを取ってコルニッションをお皿に盛ります。ここでラクレット専用のフライパンに先ほど用意したチーズを入れてマシーンに入れます。この私が使っているラクレットマシーンですけども、フライパンが2つしかありません。やはり日本人にはこのチーズを大量に食べるラクレットという料理ですけども、お腹にもたれてあまりチーズが食べれません。なのでこの2つで十分ですけども、フランス人の家庭だとこの写真のように大きいマシンを使ってたくさんあるフライパンで次から次へとチーズを焼いていきます。このように溶けてきたらいつでも食べれます。あとは好みでもうちょっと表面を焼く人もいますし、本当に溶けただけでそのままじゃがいもにかけて食べる人もいます。
それではじゃがいもこのようにある程度の大きさに切って、溶けたラークレットを上からかけます。この時専用の木べらがありますので、それを使ってこのような感じにじゃがいもの上にかけてそのまま食べます。結構時間がかかるので、一つを食べたら次のチーズを入れてまたマシンにかけます。ここで私は粗挽きの黒胡椒を上からかけて、このようにじゃがいもとチーズ、あとサラミですねを一緒に食べます。このラークレットという料理ですけども、日本でいう鍋みたいな位置づけだと思います。週末に家族、友達などが集まって食卓を囲んでワイワイ言いながらラークレットをするのが冬の定番になります。冬のシーズンの間にフランス人だと多分3回4回くらい、もしかしたらもっと家で食べると思います。もちろん用意するのは簡単なので非常に楽ですし、非常に美味しいので、ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。